第9期麻雀グランプリマックス司会実況の日吉達也です。解説は古橋隆が務めます。古橋さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。対局の準備ができているようです。第9期麻雀グランプリマックスベスト 16A 卓5回戦投牌の開始です。第9期麻雀グランプリマックスベスト16は一発裏ドラのない日本プロ麻雀連盟公式ルールで行われます。システムは半チャン5回戦を行い、上位2名がベスト8に進出となります。5回戦はチーチャから客のナンチャ山田、シャーチャ前原、ペーチャ西川の並び、トンの一曲ドラはペーです。さあ、いよいよ、A 卓最終5回戦を迎えることとなりました。現在各選手の名前の上に現在のトータルポイントが出ております。さあ、浦橋さん、5回戦の見どころいかがでしょうか。はい、まず親のテロップが違う。親のテロップが違いますね。いきなり、はい、前原さん、まあ、山田さんはちょっと抜けてるんで、前原さんと客野さんの差が 10.5 ポイントなんで、はい、だいたい浮き沈みで変わりますね。はい、で西川さんと前原さんが 24.5 差なんで、まあ、トップラスならだいたい変わるかなっていう、まあ、ざっくりな目安はそんな感じですね。とにかく西川としてはトップが欲しいぞというところですか。そうですね、西川さんはトップが必須、はい、客野さんは浮きが必須、まあ、必須ではないですけど、うん、まあ、まあ前張るまず上にいないと話にならないと、うん、いうことですね。はい、山田はこれはかなり安全な位置と言えますか。うん、と思いますね。よっぽど早い順目の何とか打たない限りは、はい、うん、前原さんいいシャッテンで、客野さんがダブトン統一ハクポンしてますね。はい、手にはドラのペイも1枚あります。うん、こちら西川ローマ打ちトーンコにしたのは大きい。これは大きいな。これリャンウピンが入ってドラ短期せずとも7700は、そうですね、パーマン9万とかにしますかね。しますね。うん、全部チーだし、はい、カンパーマもチーですか。チーですね。はい、77のイシャンテン、うん、その前に前原がかわしきることができるか。テンパイ換算層、これは山田の手に1枚あるだけで、今打たれたところで現物になってますからね。はい、そうかそうか、山田さんがすぐ瞬間で打ってもおかしくない手。はい、例えばペイとかが出る、まあそしたらペイ合わせるか1回は、うーん、後々のためにも。さあ、足頃だ。勝負手になった関羽層は山田に2枚、山に2枚、これ一通イシャンテン、数層パー層と客のには捨てられていないが、ここは自身も勝負手前に出る。いや、出ますよね。さあ、どうしましょう。つもぎりドラ切りやりましたけどね。うわー、どうなるんだ。大事な一局になるかもしれない。いきなりリーチか。リーチだ。あ、両層切ってパー層通った。あー、確かに。いやー、これはいきなりの勝負手のリーチ。うおー、3層、まあまあまあ、これはもうしょうがない。うわー、あー、ここに行くと出ないぞ。いや、そうは言ったって、そうでもないね。ウーピンしかない。ウーピン3層打って、3層があるか。次嘘になりそうですね。なんと続かなければ、うん、シャーもあるか。シャーもあった。となると残り1枚となれば、前原の上がりはかなり厳しい状況。チャンスはテンパイ、スッチソシャンポン。いやー、客の全然テンパイしない。ドラがだって2枚あるんですよね。あります。こうなっても客のはドラ勝負ですか。例えばリャンピア入ると9万は現物なんですけど、うん、2枚切れ、はい、勝負しておかしくないですけどね。それほど、あー、ドラスッチーソーも通ってない。切るならマンズしかないぞ、リャンマン。うん、これで9万3面ちゃんに変化。リャンウーピンがうわ、なくなった。あら、しかも山田に行ってしまっては、うん、ウーピン切ると客野のテンパイが入る。3万、ヤンピンかなり薄くなってきてるな。すごい想像のつもですね。はい、何
これ。いやー出るかもしれない、まだいそう。客のテンパに見えておかしくないですか。9ピンとか、まあ、3層もですよね、かなり強いですよね。うん、となるといくら現物とはいえウーピンも切られないかもしれない。そうですね、切られない可能性は結構ありそうですね。前原が掴んで切られると合わせてっていうことになりますか。ただ安牌が続くか。ここで天牌だ、ドラ勝負、ね、7700にアンウーピンの天牌。ただこれないかもしれない。 1,2,3,4,5,6,7 ゼロだ、ゼロ。あ、ん、でももう遅いな。平原物ですね。0対0。流局ですか。はい。これは2人天牌の流局濃厚。お互いの上がり牌は山には残っていません。打つ牌がない。両層か。ね、ああなるほどなるほど。缶をして両層切れますね。はい。まあ牌手で前原さん積もってもらった方が山田さん的にはいいかもしれないので。それを考えてるんだ。缶しないかもしれないですね。なるほどなるほど。うん、そうですね。しないんで、わざとしないってことこれ。リーグ戦なら絶対しますけどね。おお。トーナメントならではの。前原が上がることによっての山田のメリット、はい、っていうのはやっぱり親が1個流れる。そうですね、それが一番大きいですね。うん、このあたりはやはりトーナメントならでは。客野さんがね脳天気配だったら消すんでしょうけど、はい、まあもう天牌明白なんで。うん、なるほど。さあトンの一局一本場です。客野連チャンには成功。ドラのペイを切っての勝負でした。ドラは9万です。闇天でも一緒になったっぽいですけどね。さあ今局は初が統一。これも仕掛ければポン材があるだけに早そうだ。山田はちょっと厳しいか。マンズで一メンツ。おお、自家製あんこ、これは嬉しい。嬉しい。でも形はあんまり良くないね。ドラドラだ西川さん。さあ西川チャンスで。ただ前原としてはこの客野の親を流すことはかなり意味があることですから。ありそうですよね。この手配自体はかなり嬉しいかなと。やっぱ自家であんこは嬉しいですね。うん、おジートイーシャンテン。ほほほ。今日は仕掛けずにジートイーツにするという場面もあった客野。ありましたね。あ、しかしここはイーソーからだ。思い切った仕掛け。もういつもありますからね。はい。イーソーから思い切りましたね。あ、しかし前原にいいところが入ってくる。絶好じゃないですか。前原さんってプレッシャーかけても通じないですからね。プレッシャーを感じないからだ。うん、そんな人ちょっと最強じゃんじゃないですか。もうトイトイですっていう仕掛けですね。イーソーに続いてリャンピンのポン。これ前原ドラがちょっと、ドラは打ちにくいですね。ドラかファンパイは絶対持ってるんで、一旦3ピン打ってイーシャンテンキープして、ーウーマン引きとかね、はい、サブロー、ん、サブローソー、サブローソー引きはドラ切るかもしれないですけど、うーん、パーマン欲しいんだよな。パーマンだったらね嬉しい地点になります。あ、でも白行きましたね。白行く、まあ、白が通っちゃうとよりドラが濃くなるんだけど、どんどんその危険度の濃度が濃くはなる。ウーマンは、まあですね、チーテン取るかもしれない。いや取りますね。仕掛けた。これは勝負ですよ。プレッシャーのかからない男前原雄大と。いや、かかってるけどそれを跳ね返す力があると言いましょうか。う、そして三層を捉える。いや、すごい見事ですね。これはかなり行きづらいドラだったと思うんですけど、はい、やっぱりそういう理論的なことも大事ですけどね。うん、こうやっぱ勝負どころっていう見極めが素晴らしいですよね、前田さんは。はい、もうなんかいろんなものを超越した強さですよね。ちょっと今のはね、まあ、僕ら手配見えてるんでね、ドラ泣かれないの分かってますけど、はい、
相当覚悟がいるドラ切りですよね。これがひょっとしたら通過の引き金になるかもしれないですよね。勝因にはなりそうですよね、はい、前原さんが勝つ通過するならば今の曲が素晴らしかったと振り返るかもしれない、ね、さあドラワペープレッシャーかかってないんですか。かかった上で跳ねのけてる。プレッシャーないんじゃないですか。プレッシャーにはなってないんじゃないですかね。かかってあっと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 大丈夫かな。いや前原の強さを見た一曲となった。うん、本当にらしい一曲ですね。山田さんも嬉しいですね。今の前原さんの上がりは本当に一つ一つの親番が早く過ぎてくれることは、はい、自分がベスト8の階段を一歩ずつ一歩ずつ進んでることになります、はい、さあイーシャンテンダ前原ちょっと4回戦の難入してからちょっとこう、うん、らしくない宝珠たかあっただけに、そうですね、もう一度こうなんでしょうかね、ふんどし締め直して、うん、この最終戦に向かっているのか。非常に前原らしい上がりが出ました。そうですね、山田としてはこの親は無理に連チャンする必要は ない親ですか。先手が取れた時は連チャンしますけど、はい、そうじゃない時は、うん、で手牌にもちろんよると思うんですけど、このぐらいの手牌だったらある程度組むかな、うん、シャアがジャントっていうのは大きいですよね。やっぱ安全牌なんで、はい、多少は組んでますよね、うん、やっぱ今もドラ打たずにね、はい、ちょっと手詰まに受けましたから、ドラ打つなら天牌、役割の天牌にしたいっていうところですかね、うん、差し子もあるし、まあこれはお手本通りの手順ですけどね。さあ前原いいシャンテンではありますが、いい、まあピンズの一通の当たりは見るんで、うん、この手も確かにローマギー、ドラです。切るんじゃない。切っていく。ただのおたかぜみたいに切りましたね。うん、一番泣かれたくない客のの風なんですけどね。ね、うん、そして天素晴らしい。やるの？キューピンとパーマン。パーマン一枚揺れ。キューピンズは結構高い。やらない、いや、ここは普通はやらないけどね。いや前原さんなら行くかなと思いましたね今。あるな、全部あるわ。山さん ただ、ね、リーチ打つと相当な確率で親の山田さんの押し返しはないんで、はい、あこうなるとね、まあ、6球ピン転敗、これ手変化すると手が危ないですね。さあこれで西川もいいシャンテンまで来た。面白くないですね。ただ足頃にしたいから両ピン切りはあるけど、まあ普通ここは馬切ってのいいシャンテン。おお、イペコこれは嬉しいですね。組のいいシャンテン、単品イペコのいいシャンテンです。あ、これは9ピンですね。この9ピンが山田の上がり、ピンフ1500の上がりとなります、うん、トンの2曲一本場です。山田はレンチャン、ピンです。
さあこちらが西川、そして客野です。山田はソーズで一メンツできている。虎のパーピンが1枚孤立。うーん、前原は地風の難が統一になります。仕掛けていきそうですね。いきましたね。うん、難を仕掛けて、おほほほほ、手を広げていきます。らしいですね。さあ客のこれは嬉しいところ、チーソーが入ってソーズで2メンツ。ドラを自ら打つことはないと思うんでね、はい、ドラ周りをこうなんとか生かして、うん、さあこれも嬉しい3番が入ったのは西川前原は仕掛けてからちょっと手が進んでいない。うん、そうですね。なんで今リャンピン切って安牌を確保と、はい、全く引かないですね。うん、伸びてますねこちらは。いいシャンテンが、あ、いいスマフリテンか。今つもぎりが一番手広い。ドラ打ちはないと思うんでね。一応イーシャンテは取りましたか。スピン振り点。カンウピの天牌が入ります。タンヤの天牌は西川となると、山田がウーピン、まあイースピン振り点ですからね、リャンピンからか。天牌カンチーピン、カンチーピンの天牌が入ります。ナンドラ1、天牌ですね。あ、打つんだ。きっと。トンバの絵はまだ自然に。おお、間に合わせた。自然にやろうっていうことか。パーピンまだ1枚ありますよ。ただ客のは完全に欲しいし、西川は出ない。山田はもう一度掴むと危ない。切りそうですね。はい。動きがなかったんで。ただ。あ、さあ、これで変化。あ、振り点だ。イースマンにするか。じゃあイースマンだ。イースマンもちょっと薄いが。あ、振り点にした。振り点にした。なるほど。イスマもちょっと薄いは薄いんですよね。4枚見えてる自身の目からは。ありですね。4枚見えてるとすると。サブローマンパーピン。はい。山田さんはスッチーマン。西川さんカンウーピン。3人が天牌。客のは厳しいね。厳しい。まあもう一回の親で勝負ですよね。そうか、山田さんも普通にやるんですね。ドラは自身から打たないんじゃないかなというような予想でしたか。うん、そうですね、打たないかと思いましたけど。うわあ、出てしまった。なんだこれは。なんという上がりが炸裂するんだ。タンヤ、失礼、なんドラドラ千二千のつも上がり一本馬、恐ろしい男。いや、すごい勝負感覚、いい相撲にしそうですけどね。4枚見え、はい、今2枚見えですもんね。そうですね。で、実際今はなかったんですよ、はい、いやー、この辺りの判断はさすがですね。さすがの前原といったところかもしれません。ドラはイーマンです。結構な人がいい相撲に受けて上がれずなってそう。上がれずでしょうね、普通。はい、ピンズで789、まずはいいピンから。うーん、なんだこれは。難が統一、ドラドラだ客の、チュン統一、シャー統一、これは超勝負手。山田は白統一、いやこれは前原の親番で客の大きな上がりが来るか。いやいや来てる来てる、いいシャンテンだ。本店のいいシャンテン。
チュンシャーはチュンが山田に1枚。あら、前原さんもそうですよ。あれれれ、いや客のこれはすごい手入りましたね。はいあ、これはチュンでおかしくないから。いいシャンテン、山田もいいシャンテン。山田さんは役なしなんですよね。役なしか、はい。これね、引いちゃえば山田からのチュンは、あ、これね、あ、先に出た。これがポン、当然のポンテン。ちょっと現状シャアは止まらないかも。はい、ポンは歩かなぐらいですよ ね、うん、すね。転廃してる山田からするとちょっと止まらない。当然止まらないですよ、はい、これ直撃取れたらもう、直撃取れたら浮き沈みですから、もう一発ですよ ね。このシャアで決まるの、もういきなり恐ろしい。まあ山田さん、これ折りはないと思うんでね。白出たらポンしますか。するかもしれないですね。出ます。するんじゃないですか。ポン、はい、そしてイースマン。イースマン、イーマンがオナテン、スーマンがあと1枚。チートイーシャンテンだ。一旦ローマン打つか。チートイブ組のイーシャンテン。いやいやいや、怖い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 。山田は待ち替えがまだ可能ですが、ピンズの下は、うわー、これは前原からすると親番流されたと思いますが、これ実は前原にとってはありがたい上がりかもしれないですよね。あと、ね、から見れば、いやー、客の大チャンスを迎えていましたが、山田にかわされてしまった。ハクドラ1500戦のつも上がり。いやー、客の8戦の転敗でしたから、これはきつい。きついですね。はい、そう簡単には壁は高いね。ただ客のからすごくポジティブに考えれば、うん、前原が原点に近づいてきたなと。まあまあまあ、それはありますね。あんまり近づいてねえかどんどん4局です。まあでもこのぐらいの点差だとね、常に満つも直撃1本取れれば、うん、満つも条件ぐらいまだ全然あるんでね。うん、着順一つ開けた場合、2人とも浮いてても 6.5 なんですね。うんうん、まあ、4.7 差なんでちょっと足りないか。まあ、つもだと。さあ、客のこれは本一に向かうぞ。山田は少し苦しい手配。親の西川が良さそうだ。うん、おお、百野くんはね、西川さんの下茶なんでね、はい、ある程度パイは降りてくるんで、うんうんうん、積極的に仕掛けていく手も十分考えられますよね。前原は初が重なった。これ9万が振り点、残して3層。仕掛けどことしてはどうですかね。チーピンとか、まあ、白の2枚目はもちろんね、仕掛けていくと思いますけど、うん、でも山田さん打たなそうですね。もう親の安牌として、うん、自分の手も悪いですからね。そうですね。6球満振り点だが、ここでパーマン。うわー、自力か。自力は大きい。嬉しいね、これ。西川の攻撃が来た時に転敗できてると客のかなりいいぞ。あ、もう切らない構えですよ。山田さん、メンツ抜きましたから。うんうんうん、うわー。重い。シンプルに行くなら3ピンだけど、ドラ固定のパーソーもきついね。チーソー3枚見えで、あ、本当ですね。うわー、これすごいよ。全本一通イシャンテン、チャンタマル、イーペーコー、これは決まりそうだな。なんとなくこれ決まったらまたすごいことになるじゃないですか。つも上がりでほぼ並び、あるけや。でもウーピンが薄いね。じゃあ両ピンは、ウーピンがない。リャンピンは2枚、イーピンは3枚、ハクは山にはない。ペンチーピン1枚切れ、一番嫌な展開順から。これ前原さん危ない。え、危なし。あ、これ、あ、これもう今出るわ。出ない。いやいや、これ危ないよ本当に。イーシャンテン
いやもうこれは3ピン打つ言ってたと思うんだけどな。すごいな。狭くしたドラは切らない構え。いやこれちょっと痛いかも。あと先ですからね。いやでも前原さんのチーピン本当に危ないですね、はい、これ直撃取れたら大きいぞ。うわ危ない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 。いやこれチーピンだ、ドラだ。嘘でしょ。なんで何これえ浦さん、なんで浦さん、浦さん、なんで浦さん、はい、数ピンですって。なんでなんでだ。でも次チーピンですよね多分。これどうせ両方切るからに見えますけどね。両方切るから山田に安全な方、ワンチャンスの方の個性ですか。これチーピン、いやまだ打たないんだ。え、いやでも危ないに変わりはないですよ。変わりはない。あーこれはチーピンだ。あーこれは1ピンだね。いやこれ大きいぞ客の、うん、本一6400の直撃。これで浮き沈みですからもう変わりますね。そうですね。うおー、ここで客のが前原に人たち浴びせた、うん、ペンチーピン6400の直撃本一です。これは大きな上がりになります。前原さんも 6.5 だから受けば現状またかわしますか。うーん、さあ難入ですね。大事な競りですね。はい、何の一局、最後の半周、ベスト8には誰が進む。山田としては今のところ理想的な戦い方ができてます ね。 そうですね、はい、うわあれめちゃめちゃいい。ただドラはない。四五ロなどになる、あるいは五ロチなどになれば一気に決めれる手配。前原はどうだ。いい流すだけなら十分。ただ打点も見たいような手配だ。うん、どっちもありますよね。四千オール積もられるとかなり危険なんで、いやきつくなる。かわしてもありですか。うん、まあ、とりあえずユーファンパ1枚目から泣きますね。泣いてどう打ちますか。なん泣かなかったんだ。多分泣いてない。あれはいいよ、やり返すんだ、うん、こんなにすぐやり返せないよ普通。これ指運で初になったら面白いな。言いそうからか。あー深くいった。なんか引いてきそう自分で。初が西川に1枚、どっちか選ぶか。じゃあ選びそう。選びますね。初だ、これは大きい。前原大きいぞ、大きすぎる。いやさすがに本質ですよね。はい、流すだけなら嘘切りが一番手広いくありますが、ここは失った展望、回復力、持ち前の回復力が出るか。客のはピンフのイーシャンテン、なんかね、どこにいるか。本当ですね、すでに難は場に1枚捨てられているだけに、すっとつもぎられてもおかしくない。テンパイだ、ウッパーソー。ただウッパーソーは薄いぞ。パーソーが1枚しかない。これはあまりリーチに行く意味はないですけどね。あ、リーチ行きましたか。あ、リーチ行ったんですね。前原さんが遠いと読めば下ろすことはできるけど、はい、おっと客のここはリーチの選択。1300も大きい局面ですけどね、はい、ただね前原さんと色かぶってるんで、まあ、かぶってるからリーチなんでしょうか。うわー、関連ピンドラドラ。そして今前原ウーソー、スーソーですね、スーソー引きはウーソー、ウーソーかパーソーが、まあ、パーソーですね、パーソーが出る可能性高い。任せるかもしれない。任せるか、うん、任せると思いますね、はい、リーチは。ローピンは全くの無筋。ナンはかなり通りやすいパイではあります。ナンをローピンは行った後もう一杯行かなくてはならない。ここは一旦任せた、ね、これ関連ピンが山4。1枚切れてるよ。嘘、山3。ウッパーソーは変わってなければ1枚のはず。 1,2,3,4,5,6,7、 1枚だ。1対3、客のの生命力がここで出るか、それとも
先ほどの価値ある6400を不意にしてしまうか。ない。ローソーがあるか。抜きますかね。抜くでしょう。ちょっとワンズもピンズも打てないんで抜きますよね。両ピンが危ないぞ。こうなるとこれ両ピン、うわー、逆のだー。ここは西川リーチドラドラ5200の上がりは、これはまた本当に分かんなくなりましたね。これただまだ、あ、いや2着か、2着3着8の1.9 0.5 ポイント差で前原さんが上。これは本当に浮き沈みを争う戦いになってきましたね。まさかこの最終戦でこのような状態での何2局。この山はね、本当に山田さんあんまりトンバよりさらにやらないと思うんで、はい、おそらく1局で終わることが多いと思うんですけど、ハイパイ次第。ドラパーマン役なし濃厚に見えますね今のところ。まあ自敗打たずに、ああもういきなり嘘、ね、なるほどなるほど、これはもうやを落としますと、はい、さあとなるとこの2人、うーっと西川がすごいぞ。うわー、客のもなんか面白い、名本チートイとかになれば。ここはチーソーからいった。さあ前原、まあね、山田さんからするとあとは2人で決めてくださいっていうようなメッセージが込められたウーソーローソー切り。なるほど、うん、それを見ると、あ、山田は親を落とす気だなっていうのは伝わるんですね。ということは山田に対する警戒はこの瞬間解いていいっていうことですか。いいと思います、いいと思いますね、うん、ただね、国士とかで裏切りの国士8000とか言われ裏切りの面本ありますよこれ。裏切りの面本恐ろしい。まあもちろんね、あの山田さんもそんなに組む気ないんですけど、はい、テンパっちゃってね、見逃すのは不自然なんで。チートイドラドライーシャンテン、誰、西川、あ、ドラドラになってるな、はい、今ドラ引いた。これどっちが、まあリーチ打ってくると思いますけどね。うーん、 24.5 ポイント、うわ、ドラさ、トイトイがあるか。初チューン、まあ、だけどちょっと自敗高いんですよね今回。自敗できないですね。ウーピンから、それでも出たら泣きますか。泣きますよ、はい、ハネマンですもんね。初チューン以外からもありますか。あると思います、ね、ローマンリャンピン、うん、いや、しかも結構西川が手配的にもリードしてる、点打点も十分。初チューンはだって誰も持ってない。あら、客のは一旦収まりますか。そうですね、山田さんも打たないですから。あれれ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 、伸びがすごい。あ、いいシャンテン、 1,2,3 見ます。数万切りとかありますか。崩れましたからね、数万切りありますね、はい、いいシャンテンキープしつつ3色までの渡り。いや、ここはしかし前原は前原らしく目いっぱいでいくか。うん、前原さんらしいのはいいピン切りですね。いや、ここは3色見た。なんか時間の猶予はあるんですよねこの曲は。親が1人来ないだけで、はい、で客野くんもこの捨て牌なんで時間はかかりそう、うん、ただ実は仮面をかぶった西川がすごいことになっている。難しい、まあいいピンか。役合から泣けたらサブローソーを残す選択ですかね。うん、そうですね。さあ客野、ここはいいピンを仕掛けて本一のイーシャンテン、ちょっとね自敗は期待しづらいですけど。ただペイが山に2枚、トンも1枚、これはチャンスじゃないですか。うわ、仕掛けて3色やろうとしました今。あ、チーテンだ。チーテンが入った。これペイ止めれないですよ。前原さんは止まりそうだけど。止まるか。うん、西川は止めれないね。西川さんは止まらないですね。ムムー、スーピンも万が一いっと、まあ通りそうですけどね。うん、自敗っぽい。なるほど。うん、ただあくまでっぽいですよね。ぽい、うん、自身は役なしのいいシャンテンですよ。そうですね、やめるのももちろんありそうな、うん、これで満足か、それとも
想像切る手もありそうだ。そう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 ですね、どっちもありそうですね。ここは満足選択。うん、初チュンがどこ？ただ客のはね、今初掴んでも切りますし、そうですね、その後チュン引いてもまだ切るかもしれませんよね。チートイツの分岐点かなっていうところですか。想像が待ち頃なんで、はい、ドラ切るならここ。うわ切った、うん、もうこれ自敗か、あの期待できないと。そうですね、実際あの、ね、たまたま4枚いますけど、はい、本当に期待できない状況なんで。いやここは西川思い切った決断をしました。面前での手配進行選択、転敗だ。この局面で出るのか、まさか出るのか。いやいや、1枚ずつ切れてますからね、うん、手代わりもすぐ起こりそうですからね。まあまあでも論はない。トンが客のの当たり牌、チーマン、これはまあ客のの現物だね。うん、切らないっていうことがあるんですかこれ。うん、まああるはありますよね。どういうあれなんですか、警戒をしてるっていうことですか。西川さんにケアっていうのと、はい、まあそれが一番ですかね。ただかといって、うん、まあ嘘を泣かす筋だから嘘を打てるか。それともリーチの判断か、闇点だ。うん、ここは切って闇点、うん、ペダ、これはただ止まるな、さすがに。チートイツにしたわけですもんね。数層現物です。ウーソーも一枚切れ。ただね、想図が良さそうだけど、前原さんがどれだけ持ってるかちょっと分かんないんで。ここはウーソーいい判断ですよ、うん、これウーソーないですからね。素晴らしい判断ですね、はい、そしてこれペー重ねたらね、いや一気にチャンス。本当そうだね。うわこれ、あ大丈夫か。一枚切れ、うん、自分で打ってていいピンのとこだから通ってはないね。トンも当たりだ。あこれで西川の上がりがない。トンはもう山にはない。いや行っちゃっておかしくないですねこれ。うん、想像にかける手はあるけど。いや粘った。客のペイがあと1枚まだある。ウーソーローソーは、ウーソーがなくてローソーもない。うん、目に見えてないですね。うん、そうですね、前原からは完全なる順から。うん、このローピンも相当通りそうだけど、はい、1,2,3 スーピンが3枚切れか。次のピンズに対応したくて想像切るってのありますか。ありますね。でも上がりがないわけですから、はい、このままピンズ持ってこないままテンポ3ピンか。ああ確かに、これもパーピン先打ってますからね。うん、行きましたね。さあペイがあるぞ。箱も大丈夫。ちょっとひよってるとね、9ピン重なっちゃってとの勝負になりそうですけど、うん、そうですね、数層かなんかで一回濁すと、うんうん、まあ、ただ客の君2000点ですからね。飛んだら、うん、はい、一人天敗の方が飛んだったら美味しい。初はドションパイ。いやこれは打たないか。打たないですね。いやこれは嘘をついてじゃないですか。うん、うん、これは打てないかもしれない。あとはスッチーソーの引きやチーにかけますか、うん、嘘切り。そうですね、うん、いやこれ天敗の点でも大きいですね、うん、4000点また開きます。あ4000点詰まりますか、うん、今は前原の上だけですもんね。天敗れるか。だダメだ、どっちみちね、無理だね。相手にペイがいるの。うわいない。
さあこれで流局、客野の一人転敗で流局となります。これで客野くんが上に、さっきの時点でどうやら変わってたっぽいです。2着4着だったんで12ポイントもそこで変わってたみたいですね。あ、2着4着なので前原さん4着でしたか、はい、すいません。さあこれで、まあ、さらに開いたと言えます。残り最短で2局、前原の親番ランの3局となりました。ランの3局は一本馬です。ドラはチーマン。ちょっとねこれオーラスまで行かないともう条件がかなり複雑なんで、はい、何点打てないとかも出てくるんでね。うん、客野さんもできればもちろんこのこうね上がりに行きたい。はい、やっぱいいな。こちらが山田。山田としてはしっかりとあと2局消化したい。そうですね。前原は白統一、西川は春が統一。ドラ1枚やります。ポイント差考えると山田さんはもうあとすべてベタ折りで通過できるんで。ただねこう先手で。はい。チーテンとかは入れてくる可能性が十分ありますね。うん、いや分かんないな。前原さんどんな手だったっけ。白が統一、前原はまだまだちょっと、まあ、白統一かこれが、まあ、ポンしていくでしょうからね、うん、ポンできればだから安いですね。安い、うーん、これは山田さんも来ちゃうな。単葉が見える手配、うん、パーマン切った後にドラが来る、うん、さあいいシャンテンです。カンサンマン、カンローソー、まあ、チーテン取りますよね。はい、行き切るかどうかはまた全く別の問題ですね。子供のリーチなら行き切っておかしくないですけどね、はいはい、子供に報酬して一曲消化できるんだったらそれもそれと、うん、そうですね。ということは今ある手配の中で前原に対する現物があるかどうかっていうのはとっても大事になりますか。そうですね、ないな今のところ、まあ、とにかくこれは先手で駆け抜けようっていうことですか。うん、そうですね。うわ3万泣けたよ。これはチーですよね。まあ、これを安い手で消化してくれたらそれは客のにとって打たなきゃね、打たなきゃいいんだけど、ね、2000点とか結構痛いですよ。ただこれだけの接戦だと最終的に自分で上がらないとダメかもしれないですね。まあまあまあ、ただでこの差でオーラスいけば山田さんが上がってくれることも十分あるんで、その時にポイント持ってなくてうっかり打って、あ山田さん別にねどっちがあのそうですね、自分が上がって通過がまず一番ですからね、絶対上がるんで、そうなった時のためにここでの失点は避けたいかな。まあ、テンパイに見えますよね、やっぱ2-4-4からの3チーなんで、はい、テンパイしててもおかしくない。あ、ドラタン来た、何これ。うわこれはいい判断ですね、山田さんが。あ、なくなった、あれただこれで降りますからね。降りますよ各社。ただ山田さん降りる範囲があるな。チーピン、まあ、あとチーソーが筋とかですか。チーソー、うーん、まあ、いずれにしてもドラを触ることは、まあ、来たとしても、まあ、来ないんですけど、ないようですね。そうですね。いやでも前原さんの途中の手順が面白かったな。こうなってない人も多そうだけど、パーマン切りからですか。いやパーマン切りは結構普通なんですけど、はいはい、その後のドラ引いてリャンピンスーピンと切って、うん、でその後パーソーカスになって、まあ、チート打つ見て9ピンチーピン、やめましたね。すぐやめましたね、うん、やっぱり親に補充するわけにはいかないぞという状況ですか。客野君もいいシャンテンだけど両面天敗になったら勝負かけるかもしれないですね。この親通過できたら大きいですからね。しかも現物待ち、三層引けば勝負になりそう。だって三層ないわ、ない、うん、役なし天敗はどうするかな。
勝負かける手ありますけどね。ただこれ一回いいピンで回って単野方向に、ただウーソーとか切っちゃってるんだね。うん、お、これがいいピンかな。ですね、もっと安全にリアンソースもあるか。リアンソースも安全だ。うん、そっか。ただこれだと役、まあ三走引ければ役割ではありますが。いいピン切りは十分ありますけどね。やっぱ、はい、通ってないっていうのが大きいですかね。三走ないからスッチーマン引きで天杯だけあるのか客の君は。あと E ピンから引いてきてスッチーマンの役なしっていうのありますよね。ありますね、はい、確かにその場合はリーチでおかしくないけどな。両面なら勝負と、うん、3万これはいけない。もう1回数走かあるいは両走か。両走でしょうね。両走、うん、1枚ぐらい残ってたらドキドキするのにね。天杯いかないでしょうね。リアンソースーソーワンチャンスいかないですね。いかないですね。行くんかい。いったすごいな、よくいけたな。ここでの3走引き上がりがあまりにも大きいってことですか。大きいですよ。すごい大きいですけど、ただ補充した時の大きさも尋常じゃないですよね。役なしだとね、ちょっと、西川さんも粘りたいな。でも客野くんが天杯っぽいですからね。3番ですね。3番が、はい、現物とはいえ9ピンもローンされる可能性はありますね。十分。ただそれぐらいしかないですか。パーマンか。うん、あーパーマンになりましたね。現物天杯取り切れると客の雲大きいですけどね。本人はねひょっこり山荘いろうと思ってると思うんだけど、山荘山には残っていません。うん、前原の町チーマン短期も山にはない。お互い順からではありますが、客のはまだ降りる可能性がある。いやもうこれ9ピン打つしかないと思いますけどね。客の国ロンと言われたらしょうがないですよ。はい、いけそう。いやこれ天杯取り切れるのも大きいですよね。4000点縮まるか、うん、0点です、ね、0で終わらせるかは大きく違う。まあ、ただ配定なんだよね。取ってない部屋はもう全部1枚もいけないと思いますから。はい、ソーズの上目とか引かなければ構図の5から9は降り。さあ西川はまずどこを選択していくか。ないですね。ローマンが中筋だけどドラ表示牌で、はい、まあ前原さん関ローマンのターツが残ってることはあんま考えづらいですけどね。パーマン先に打ってるし、うん、ローマンですね。さあ入って安全牌で乗り越えれるか。大丈夫、あれ大丈夫じゃないわ。ただノーチャンスか、ノーチャンスか、うん、ローピンの方切りましたね。うん、さあここは客の最後まで粘り切っての天杯取り。前原客のの2人天杯で流局となります。この天杯は大きいですね。客のさん、3万いかないと天杯取れてないですね。そうですね。最終的に3枚いくかどうかっていうことか。2、4と切ってって、まあ、いかないか。そしたらただあれか、リャンソースーソー残してるとポンテンが入ってリャンソーポンできて、あの入り目の数万が多分ロンだな。上がり合ったかかもしれないですね。そっか、リャンソー先ポンできるのか。うん、そうだね。うん、さあ選手のトイレ休憩となった模様ですね。はい、残すところ最短であと2局となりましたが、ここまでご覧になっていかがですか。あ、出ましたね、現在のトータルポイント。そうですね、客野くんもこれで原点からちょっと上に行ったんで、まあポイント差はね、こうパッと見
10ポイント11ポイントありますけど、前原さんが浮いた途端に3着だけど浮きの2着で、はい、マイナス3から47ポイントと、ね、客の4ポイント減るから11ポイント縮まると、はい、まあ、現状はとにかく前原は、まあ、親番ということは はい、あるにしても最終的にこれで浮いてしまえば前原が通過と、うん、そうですね、うん、10.5 ポイント差で始まっている。さあ西川にはまだオーラスの親番が残っている。西川さんはね本当にオーラスの親番やるだけなんですけど、はい、3人の上がり勝負になるんでこういったオーラスの親番は結構不利ですね。そうですね、通過が確定している2人は一気に上がりに来ますから ね、 さあそうなるとどういったという展開にはなりそうですが、先手取れればね6000オールぐらいでいいんだけど、はい、西川さんどうやら4000オールで変わるっていうことですね。4000オールで 現状の、ターゲットは客のということで、西川は4000オールで変わるんじゃないかという情報。西川と客の差でしょ、13点。さあ再開となります。何の3局か日本馬前原の親番が続きます。4000オール変わるね、確かに。とにかく前原としてはまずは原点復帰を第一の目標として、そうですね、いや本当に大きな局面になってきたけど、浦和ウーピン、どうだ、いや良さそうだよ、いいぞ、もう良さそう、一メンツ二メンツありそう、二メンツあるね、ドラワウーピン、イーシャンテンじゃない、イーシャンテンは絶対だね。サブローマンか6級走があるとダブリになってる気がする。ないな、イーシャンテンだ。あ、リャンソーでしたか、うん、最後の一杯これイーシャンテンですね。ただちょっと打点力はさほど魅力はないものの、まあそうですけどね、うん、十分ですよね。供託回収して原点に近づくことは前原にとってはとても大きい、セオールはとっても嬉しいですよこの局面は。さあ後輩パイを手にした前原とは客野くんが、西川もドライチ、どうなんだ、悪くはないが、うんけどね、もう悪くないか、もうリーチ来そうですからね、はい、はい、来たリーチ、あれアンガーですよこれ。もう客野くんの立場だったらもうカメラを気にせず頭抱えますよ、もうこんなの嘘でしょ、9万9層リーチ安牌ねえしみたいな、自敗だって怖いですけど、怖い怖い怖い、もう目つぶってきるしかないですよね、怖い怖い、自敗打つしかないですね。なんでしょうこれは。さあ前原サブローマンが5枚ですね、めっちゃあるね、はい、ま、1300は1400オール上がった瞬間に前原が通過ポジション、ただもちろん予断は許さない状況ではあります。全く許さないですね。もうこれ腹くくられる可能性ありますよ。逆にパーピン2枚入れか、まあパーピンパーピンになりそうですね、うん、ドラ引き、見守りましょうか。そうですね、うん、どのような決着を見るか。おっと言っておかしくないですね。パンはドラウピン3ピン3ピンか現物、うん、サブローマンまだ山に5枚ある。いいシャンテンだぞ、6ピッター中筋、もうこれ1ピン勝負の構えですね、構えになりそうですね。ワンチャンスですからそこまで切りづらくはないと思うので、はい、現物はないのか。なんで当たった場合はちょっと打点がついてきそうです。山田さんもね1万2000とか言われると途端に、ああ来たロマンだ、2も上がりだ前原、
これで前原さんがかわしたと、はい、リーチスもピンフ1300は1400オール、まさにシーソーゲームですね。あ、失礼ました、1500オールでしたね、日本版、はい、いや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 、これで再び前原が通過ポジションに躍り出たということですか。さあ、何の3曲は日本馬となります。もし前原が原点を割らなかった場合は客のは 6.5 上に行かなくてはならないと。 6.5 だと同点なんで 6.6 ですね、はい、同点の場合前原さんトップの回数2回ですから、はい、ちょっと今取り間違いなんですけど、見てあのパイが見えてないんで大丈夫と、はい、大丈夫ですね。6.6 ポイント差なんで、このままオーラスに行くと3200ポイント、 6.7 ポイント差をまくらないといけないんで 6.7 といった326足らず足らず、うん、さあ前原のハイパイ、こちら悪くないかな、マンズで一メンツ悪くはない、イーマンからお、いい789、いや678、客のもまあぼちぼち、まあ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 、山田は初が統一ですがなるべく安全に、うん、おお、やっぱ戦わないと落ちるんですね、手が落ちてますよね、山田さん、うん、全然手になってませんもんね、うん、まあ、戦う必要ないんでね、はい、普通なんですけど面白いな、いやー伸びるな、これゴロチだよ、ゴロチ決めたらもうゲームセット近いですごいのが、うん、西川と客のが欲しいチーピンがもうないんですよ、ないんだ、ヒロさんが1枚持ってる、今持ってますね、うん、でちょっと外しづらいんですよねチーピン、お互い、まあ、客のは西川さんはね789あるから無理だよね、はい、客のもねちょっと一通っぽくも見えるなかなか外れないですよね。そうなるとこの隙を縫って前原がぐいぐいと手を伸ばしてくるぞ、ぐいぐい行きそうですね、うん、ここで本当に4000オールなんて6000オールなんて引かれたらいよいよまずい、あ、これで、まあ、いったね、まずはリャンピン、山田はメンホンチートイツなどで穏やかに行きたい、相撲が効かないな、ドラ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 78ありますからね、ペンチピンやっぱ払いづらいですね、払いづらい、うん、前原も思ったほどは伸びてこない、ね、さあ9ピン重なる、1ピンか、ちょっと自敗を切りませんかね、いや打つと思いますけどね、打つ一手だと思います、ちょっと通過ポジションになって少しいろいろ考えることも増えてきましたか、増えますね、行くだけじゃないっていう選択肢が増えてくるんで、はい、で前原さんはこの野蛮で、うわいいシャンテン、これちょっとねあんまりね組む気はないんですけど、うん、飛び込んだ人が、ね、はい、これ6チッパにしますか、6チッパの方が動きが取れるんでしますね、となるとローピンが下に下がってくるとチーピンは苦にならないかもしれない、なんとかなるかもしれないですね、うわ怖い怖い怖い、さあこれでいいシャンテンだ、ここでチュン、ゴロチのイーシャンテン、アンガー、まあ9ピンないからな、まあ9ピンですか、急走3枚出てます、ね、そうですね、はい、何が重なる、ペンチーピン払えたぞ、うん、払えたら大きい、しかし前原がいる、うわこれ引く、これ引く、どっち、難しいね、ウーピンでしょ、ウーピン切りならリーチになりそうだね、うん、
リーチですね。これは決まったかな。お、決まりましたか。ただ客のも今のタイミングでペンチーピン払いましたよ。しかし9ピン当たりだからアンガーじゃないですか。あーこれ打ったわ。直撃は大きすぎる。いやーこれね、パーピンにリーチしなくてよかった。うーん、リーチピンフドライチ5800の3本場は決定ですね。大きいですね。いやこれ客のは痛恨になったか。ついにここで厳しくなった。いやまあね、攻めた結果なんでね、勝負かけましたからね、はい、しょうがないと思いますけど、どっちから打っていても同じ、まあ、打点が違うだけで、はい、ただこのまま終わって破熱の条件は前原さん、これも13,500点差。足りないか。あ、足りるな。今から3本場ですかこれ。あ、一応4ですか。4本場ですね、はい、現状 13.5 6.6 だから、サドラ嘘、20.1 差。このままいくと倍マンツモで100点足らないですね。じゃあマンツモマンツモでいいってことですね。マンツモマンツモ OK ですね、はい、2万100点差ってことですか。2万100点差、はい、さあ山田今局は何問いつで、これは仕掛けもあるのかな。客のがかなり下まで行きましたからね。うーん、さあこちらが山田の手牌、難が統一。うわまた早い、いいシャンテンだ、これはリャンソロ急走強いな。捨て牌見てないんだけど、うん、俺今何点相手の手は関係ねえみたいな。うん、急走に手をかけようとしたってことはかなりゆったりいく手も考えたということか。手が伸びますね。まだね、この順目のこの手配だったら上がりに行く手は十分ありますよね、はい、あ、西川さんがいいシャンテン一気通貫見てましたけど、あ、ここまず上がって、はい、モーラスの親にかけると、うん、まあ客野くんが条件厳しくなったんで、はい、今までよりは上がりに来る人が一人少ないんですからね、うん、若干ながらチャンスは、はい、レンチャンのチャンスも少し増えてるってことですね。逆にも2万100点差だから、まあやっぱりマンツモはここで欲しいですね、はい、ここでマンツモいければオーラスはマンガン出上がりでいいってことですね。出上がりいいですね、うん、さあ西川サブローマンサブローピンのイーシャンテン、ただちょっと漫画見るには少し心もとない手配ではありますよね。漫画までの道のりがやや遠そうに見える。さあこれで単品はまだか、6球曲がった、難しそうですね。いや、めっぱい受けますよね、スシャーってまず上がりと、はい、ドラの嘘が浮いている山田、ね、まあ、やっぱ自分から嘘は打ち出さないですよね、はい、山田さんはあんまり。やっぱトーナメントで最終戦トップに立ってる時はほぼ何もしなくても勝ち上がりが濃厚ですからね、うん、これで使えるようになった。そうですね、客野くんは前原さんと浮きの1着2着だった場合は 6.6 ポイント上に行けばいいっていうことですね、はい、いや前原転敗しません、ね、もう6球外がかなり切られてるか、これ転敗だ、取りますか、シンプルに取ります取って、はい、もう上がって最後の親番で3人で勝負と、
客野さんちょっと条件きついよねと。さすがに仕事狙うのは無理がありますよね。どうすんだ客野これ。ナイスチマサブロマンか。これを積もったとしても20ポイント以上上に行かないといけないんですよね、前原の現状予想トップ2着の場合だとしても。ちょっとまだ道は当然遠いながら、うん、ごめんなさい、客 の話ですね、今多分客 の話、はい、リーチ、あー西川さんの話でしたの、はい、そうですね、客の君はこれを積もってあら、まあ打つのは辻のチーピンですね。まあ現物並べる方が普通な局面ですけど、前原さんは落ちるなら自然に落としたいと思っていくか、はい、普通ならチーソーかイーソー、打つを粘るならチーピンがあるけど、前原さんチーピン打つような気がしますけどね、はい、あでも急走が4枚切れか、ローソーが2枚切れ、チーソーですね、そうですか、はい、今2万100点差なんですよね、そうです、これ1人天敗取れたらジョーラスは跳ねつもでいけるってことですね、おそらく、いあ5本馬か5本、うん、いけそうだね、いけると思います、はい、1万6000点差、そうですね、いけそうだ、西川さんはもう降りることも降りたのか、降りたんですね、うん、ワンチャンスかパスを、そうですね、筋のチーピン、いやでも粘るんだ、現物のいいそうじゃなくて、そうですね、天敗量でやっぱりその羽つもに入られるのがちょっと怖いっていうのはありますか、ただ連チャンしてる方も怖いですよね、連チャンするのも怖いんで、さつも上がりだ、500戦は900、2000点と4本馬、32プラス1400、1400の積も上がりとなります、客のです、46差ついたから 15.5、 跳ね積も足らない、ピンフだったら足りたんだ、うん、なるほど、さあこれで、いよいよベスト16 A タクは最終戦オーラスに突入となります、何の4局を迎えます、親は西川、うん、条件は山田さん前原さんは上がれば通過、はい、客野さんは倍満積もるか、前原さんから満願の直撃、満願の直撃が足りるんですね、足りる、はい、西川さん山田さんからの出上がりだと倍満ですね、うん、客野ですね、客野さんは、はい、西川さんはまあ親番なんでざっくり6000オールで並びぐらいになるかな、ならないな、この状態で6万点まで欲しい、6万点弱ぐらいまでは多分欲しいので、前原さんの原点割らないとしょうがないのか、はい、ちょっと厳しいですね、まだまだ、まあ、当分は上がり続けてっていうことにはなりそうですね、それまでに山田前原がゲームを決めることができるか、いやちょっとね、あるいは厳しいですね、はい、やっぱり客野の逆転劇があるか、西川めちゃくちゃいい、これはスーピン客のこれはどうだ、面本初闇天みたいな、前原いいじゃないか、そっかこれ山田はある程度あの前原には進めさせてもいいわけですもんね、いいですね、単野で仕掛けて出ればいわゆる山田からのアシストもあるかもしれないぞ、うん、山田さんもね普通にシャーチャなんで、前原さんが仕掛け出したら、はい、自分も合わせてシャーポンして二人で攻めていくような、二人で攻めていけば、はいはい、ほぼもう、うん、大手ですよ、なるほど、リーチなんかって言われてね、西川さんどうしようまあまだ2回ぐらい打てますからね山田さんも、客野くんは77直撃が足りないんですよね、8000じゃないとダメ、8000じゃないとダメ、うん、ここで山田は後継を残していく、うわもうこれは決まりかな、いいシャンテンではありますが、ただ役はつけたいですよね、ということでこれアンシャンテン戻し、やっぱ上茶が山田さんっていうのは大きいですよね、うん、そんな絞っては来ないんで、はい、
面本ですか。客野の狙いとしては仕掛けるとちょっと点数は足りなくなります。うん、そうですね。ああ、勝負あったかもしれないぞ。西川どこまで迫れる。仕掛けてもね、山田さん露骨にアシストとかするタイプじゃないんで、うん、自分の手を進めに行くっていうイメージですか。そこまでは期待できないと思うんですけどね。ローピン引いちゃえばもう勝ちみたいな9万打てるし。ピンは何枚あるんですか。3枚ありますか。2枚か。2枚。うん、まあ、あいいシャンテン。本店取りますか。絶対取りますね。取りますか。はい、シャアは誰も持ってない。うわ、サブローマンから入ったとしてもシャアの闇点が効いて、ね、はい、決着となるかもしれない。サブローマンチーするかどうかですね。うわ、入った。これ文句ないな。シャアはもう全員、まあ客のは1回置くか。あ、ドラドラ、ドラドラだ。諦めんな。頑張れ西川さん。さあ、どこにシャアが行く。まあでもちょっと現実的には厳しい。3万切ってこれでポンテンなども取りやすくなったのは前原。うん、ちょっとね、2人でここまで攻められると、はい、2人の手がいいっていうのはちょっと皮肉ですよね。数万はチーテンを取りますよ。取っていく。まずは山田がローソーとシャアのシャンポン待ち。追いついた前原、関ローピン上がれば2人でベスト8への扉が開きます。客の間ローピン、ローピン止まらない。残したらもう上がれないですからね。はい、条件満たす。山田ローピン止めないんですよ、ね、止めないです。絶対止めないです。前原もシャアは止めない、はい、だから西川さんはもうリーチに行くしかない、はい、リーチの一言が、うわ。ただ西川これ数ピン切ったらポンすればいいんですよ。うん、ポンポンすればいい。確かにポンすれば止まる。ポンだ。タンヤオのいいシャンテン。ただ止まるかというと一回は踏み込まれるかもしれない。うん、踏み込むか。いや、客の君もいいですよね。前原さんの仕掛け入ったんで西川さんがポンしてくれれば、うん、まあ結果ね、最高の結果になりましたが、山田さん行く理由がないんで、はい、やめる手もあるし、まだ行ってもいいですね。あ、もう行かない。まあでもこれが普通ですね。行かないのが普通。そしてうわー、あっさりと決着だ。うん、いやー、客の西川の最後の抵抗も虚しく。そうですね、ここは前原単野の上がりと単野ドラ1 2000点の上がりで決着となります。さあ、5回戦はトップから前原、続いて客の山田、西川の並びで終了となります。さあ、以上の結果からベスト16 A 卓より、ベスト8に進出したのは、山田、前原の両名となりました。